自分が体験した中で一番恐怖を感じた出来事。もう10年以上前、高校2年の夏の話です。部活の夏休みの合宿で、学校の敷地内にある宿泊施設に泊まった。その施設は、まだ建って6年ぐらいの新しい2階建ての綺麗な建物だった。しかし、風呂場に男の幽霊が出るとか、そんな噂は入学当時からあった。また、新しい学校だったが、階段の踊り場の上に幽霊が浮いているだとか、視聴覚室の机の上に生首が現れるとか、まあよくある学校の幽霊の噂はあった。昼間の練習を終えて、夜は夏の合宿ではお決まりの怪談話で盛り上がった。すでに3年生は引退していたが、卒業した OB や3年の先輩たちも合宿に遊びに来て、別室でささやかな宴会をしていた。30畳の大広間には僕たち2年と1年生だけだった。順番に怖い話をしていたが、だんだんとネタも尽きた頃、1年生の春也に、マジで怖い話して、と先輩の僕たちは迫った。春也のいとこは僕の同級生で霊感が強いと噂になっていた。そのいとこの春也なら霊感もあるだろうと勝手に解釈していたのだ。春也は先輩の僕たちに迫られては断れなかったんだろう。しぶしぶ話してくれた。まず春也は、うちのばあちゃんは霊感が強い。そして実は自分にも霊感がある。いとこの姉ちゃんより自分の霊感の方が強い。そう断りから入って階段を話し出した。僕ら全員、春也の話に夢中になった。身近な実体験は、リアリティが満載で、とても興味を引いた。夜も1時を回った頃だろうか。春也の話もネタが尽きた頃、最後の締めとして、春也の知ってる中で一番怖い話して、と僕は言った。春也は顔を曇らせながら、一番怖い話は話せません。すいません。と下を向いた。僕たちは、なんだ、とっておきがあるんじゃん。と言って話すように催促、いや、命令した。これが間違いだった。春也は、どうなっても知りませんよ。と言って、ゆっくりと話し出した。僕ら全員、その話に物音一つ立てず、食い入るように聞き入った。話の内容そのものは、ありふれた怪談だった。しかし、その話が進むにつれて、真夏の部屋はエアコンもないのに、まるで氷の中にいるように、冷たくなっていくのを感じた。その変化はその場の全員が感じたらしい。鳥肌が収まらなかった。話も終わりに近づいた頃、春也にも変化が現れた。春也は目に涙を浮かべてガタガタ震え、唇も震えていた。話が終わっても盛り上がることなくみんな黙っていた。春也は下を向いて涙をボロボロ流してガクガクと震えている。そんな春也がぼそっと口を開いた。今近くに来てる。いや、取り憑かれたかも。
僕らはあまりの恐怖で怒り出した。しかし先輩の言うことを聞けないくらい春也はマジだった。するといきなり春也が立ち上がって走って部屋から出て行った。慌てて後を追うと屋上的役割の広めのベランダで春也は OB の先輩に捕まっていた。先輩は、どうしたんだこの子、今飛び降りようとしたぞと言ってきた。春也は冷静さを取り戻し、すいませんと言って部屋へ戻っていった。部屋に着いてから春也はこう言った。結構力の強い奴が2体は来てる。1体だったらあそこまで体は操られないはずだし。それを聞いて周りはさらに恐怖に包まれた。部屋の中も一段と冷たくなって、頭が重くて鳥肌も消えない。恐怖で気が狂いそうな中、みんなで春也を囲んで密集し、春也がさっき見たく連れて行かれないようにガードした。話をさせた責任もある。そんな中、僕は部屋の大きな窓の左上のある異変に気がついた。僕が、あれ、あそこ、窓に、と言いかけた時、春也が、そう、そこにいる、左上、と呟いた。そこの部分だけ、なぜか黒くて、雲や影がかかったようになり、窓の外が見えづらい。そして、ものすごい圧迫感に、息が苦しくなった。それが見えるのは、春也と僕と、あともう一人の同級生だけだった。そして20分ぐらい過ぎた頃、窓の影が薄くなってスーッと消えていくのが見えた僕は、あ、消える消える、とつぶやいた。春也も、あ、はあ、今行きました、と疲れた表情と命拾いした安堵の表情を浮かべた。春也の涙や震えは収まって、みんなの鳥肌も消えて、何より部屋の中がまたもわっとするくらい熱くなったのを全員が感じた。これ以降、空気が変わるという現象に敏感になりました。湿度というか、気圧が変わる感じです。ちなみに問題を起こした元の話をその後誰かに言ったり言おうとすると、必ず鳥肌がものすごく立ちます。そして頭が重くなって目の奥が痛くなります。でも今のところ何か悪いことが起きたとかはないと思います。多分。最後に、春也が話した問題の話をお話しします。去年の夏の夜、友達の家で霊感の強い友達4人で、百物語やこっくりさんをやった。テーブルを4人で囲んで、何時間も幽霊関係の話題が尽きない夜だった。夜中の2時を過ぎた頃、4人の中で一番霊感の強い奴が、戦時中の兵隊さんの怖い話をした。内容は、今でも幽霊となって、とある公園で舞台を張っていて、夜な夜な侵入者を威嚇する、という内容だった。そしてその時、部屋の外に異変を感じた。4人全員無意識に誰が話したでもなく窓に視線が向いていた。霊感が一番強い奴以外は何かがいるのは感じるが、
それを形として見ることはできなかった。そんな中、一番霊感の強い奴がこう言い出した。今、部屋の外にゾロゾロ集まってきてるね。あ、一人部屋に入ってきちゃった。窓の前にいるよ。みんな見える?みんなが見えないと答えると、じゃあみんな、俺の目を見てごらん。窓から視線を移し、みんなでその霊感の一番強い奴の瞳を覗き込んだ。そう、彼だけは霊の姿がはっきり見えている。彼の瞳の中には血だらけの兵隊が逆さまになって映っていた。